ヤンフルスケル・ヤンフルスケルは、フィンセント・ファン・ゴッホの研究で知られる、オランダの美術史研究者。ハーグで生まれ、1946年来伝大学で、博士号を取得した。1948年から1954年まで、同大学の美術学部学部長を務めた。1970年、ジャコブバート・ドラファンユによる、ゴッホ作品カタログの改訂にあたる編集委員会に、 参加した。ゴッホ財団及びゴッホ美術館の設立にも貢献した。ゴッホに関する著作は多く、特にゴッホの手紙に関する研究では第一人者である。ゴッホの伝記、フィンセントとテオファンゴッホを表している。また、ゴッホの作品を年代順に並べ、各作品に JH 番号を付したカタログ、コンプリートファンゴッホを編纂した。 JH 番号はドラファイユによる F 番号と共に現在広く利用されている。同カタログの改訂版は1996年に出版され2185点以上の複製図版を掲載した重要な資料として利用されている。1981年、妻のクリスと共にカナダのビクトリアに移り住み、ビクトリア大学の非常勤教授となった。オランダ芸術。 文学への貢献により、オランダ王立芸術科学アカデミーの議員賞を受賞している。2002年バンクーバーで死去。ありがとうございます。